中田家三池で天然のスケートリンク、九十で雪山親子登山デビュー参考編です。前回はですね、九十で雪山親子登山デビューの準備編として紹介させていただきました。今回はですね、実際の参考編の動画です。今回のスケジュールは、朝7時に福岡を出発、9時半に牧野と登山口に到着、登り始めはですね、いろいろ準備しますんで、10時から登り始めとなります。九十の牧野と登山口から登ります。牧野と登山口なんですけど、売店とですね、一応トイレがあります。ここからね、避難小屋まではちょっとトイレがないので、トイレはこちらで済まされるのをお勧めします。最初の方はですね、階段なので大変登りやすいです。もう最初のですね、この登り口の、道からもうウサギなどのですね、野生動物の足跡が見られるんですね。雪道はですね、ちょっと走らないようにしましょう。ちょっとね、気持ちはわかるんですけどね。この先にですね、東屋休憩所、展望台ですね、があります。登山口からですね、10分から15分ぐらいの、位置です。ここでちょっと子供のイージースパイクがですね、ちょっと外れたりしましたので、100均バンドでがっちり固定しました。展望台目指して行かれるのも、ライトハイクみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。東屋からですね、20分ぐらいで、靴掛山になります。1503メートルです。こちらですね、靴掛山のピークの部分がですね、ちょっと岩場になってますんで、足元、十分お気をつけください。靴掛山のピークからの眺めは最高でですね、これから向かう中岳方面のですね、絶景が広がります。途中のですね、標識なんかもこまめに出てきます。まずはこの九十方面の方へ進みましょう。途中でですね、ちょっと雪が深いところなんかでですね、トレッキングポールでお絵描きなんかを楽しみます。最近の子供はちょっと教育がよくできてて、個人情報は控えましょうとか言うんですよね。皆さんも気をつけましょう。保証さんをバックに、はい、ポーズ。子供用のですね、サングラスもこういうところでね、結構大活躍します。途中子供たちがね、バテてきたりとかしたら、親御さんがね、ちょっとザック持ってあげて、サポートしてあげたりしましょう。樹氷にね、囲まれたトンネルの道をですね、抜けていきます。それにしても絶景ですね。扇ヶ花分岐です。こちらちょっと岩場でね、ちょっと腰掛けたりできるんで、こちらでちょっと休憩されてもいいと思います。ここまでは、靴掛山からですね、約45分です。ここからですね、扇ヶ花の方面は約15分ぐらいで着けるんですけど、今回我々はですね、中岳三池の方に向かいました。ここからさらに樹氷のトンネルを抜けると、西千里ヶ浜、保証別れです。保証別れからですね、約20分から30分で、九十山避難小屋になります。山小屋に着きました。綺麗です。ここがですね、結構綺麗でね、可愛い避難小屋でした。ここでですね、昼休憩を取りました。
ここにね、携帯トイレ用の、便座もありますんで、休憩にはバッチリだと思います。はい、ここでのですね、お昼休憩、気になる方はですね、ちょっとこちら準備編の動画もございますんで、こちらをご覧くださいね。ここからですね、中岳三池を目指しましょう。九十別れを経て、中岳三池までは20分から30分です。このね、避難小屋まで行けば、中岳三池まではですね、もうあと一息ですよ。着いたー。よく頑張りました。こちらもね、ベテラン S さんのちょっとアドバイスなんですけど、このヒップスライダー、尻反りにですね、前もって紐をですね、取り付けておくと、これでですね、スケートが楽しめます。三池の先にですね、ちょっとした高台があるので、そこから写真を撮ってもいいですね。本当はですね、中岳の山頂まで、ちょっとピークまで目指すつもりだったんですけど、時間がちょっと押しましたんでですね、今回は見合わせました。というのがですね、下山後のですね、ちょっと温泉の時間がありますので、やっぱり寒いので、最後は温泉入りたい。下山までもですね、見越した時間配分も大事ですね。下山ではですね、ちょっとスーパーマリオごっこなんかしながら下山しました。帰りはですね、道中道が分かっているので、安心ですね。結構日が暮れるのがですね、ちょっと早いんで、下山急ぎましょう。はい、ここが最初のあずめ屋です。登山口までもう少しとは言ってもですね、やっぱ雪道なんで、走ってはいけません。もう下山しました。下山しました。今から温泉に行きます。帰りはもう花山水さんで温泉。花山水さんは、長者丸にも牧野戸にも近いのでですね、もう立地は抜群です。今回はですね、一日通してすごく天気が良かったんですけども、事前のですね、天候チェック、あと準備物ですね、レインジャケットなんかの紹介、準備編にしっかり載せておりますので、そちらもよかったらご覧ください。今回の九十で雪山親子登山デビュー参考編、参考になりましたらダジャレ、チャンネル登録お願いします。